西武広報山川のグッズ等削除の理由は、不快に思われるお客様の声を踏まえて、埼玉西武ライオンズの公式グッズオンラインストア存在しませんとの表記が。報道等により不快に思われているお客様の声もあることを踏まえ、山川選手の個人肖像を使用したポスターや商品等の販売は一時停止しております、球団広報部とのことです。アグーからタブーになったな。在籍してるだけで不快だからさっさとクビにしろ。山川のチュンジュクプレイはもうベッドの上でしか見れないのか。基礎か不基礎になるまでこんな感じなのかな。球団の損失大きいだろう。なかなかの直球155キロは出てる。ソフトバンク行く予定が早まっただけや。勘違いした転売ヤーがメルカリで高額販売しそう。なお業者には大量発注済みのグッズが多数ある模様。どうすんのこの費用。不快はさすがに草。不基礎記念タオル、なぜか汗を拭えないタオル。ご視聴ありがとうございました。